天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストのネタバレしない方竹内です。どうも天才ピアニストのできるだけネタバレさせたい方のおでん。いやほんま悪質やね。ネタバレおばさん二度とね。私もあの昨日のね、はい、ラジオの収録の後もね延々とねネタバレ癖を発揮されましたけれどもね。あのフロントマン、フロントマンのやない、ね、あの警察官まだ潜入してんのやないのよ。もうやめて。でもこのクエスチョンは絶妙なクエスチョンだよ。じゃあね、そのな、それ言うことによってえってことはっていうその逆算してるやん。それはあなたが深読みしすぎやわ。いやいや、あなた悪意ある。それは私絶対言わへんそんなこと。でも、あんなさ長いこと潜入できたよな。そうやな、逃げきたって。ママスミちゃん。あか、お差し入れ。ネタバレおばさんとおじょう。ネタバレおばさん再登場やんけ、ほんま2日連続で。はい、お差し入れご紹介します。太田明宏ジャパンさんから美味しい棒3つとコーヒー3つ。起きた、太田明宏ジャパンさんありがとう。ほんまに起きた。葉桜さん美味しい棒。葉桜さんありがとう。ムーミーママさん美味しい棒6本。ムーミーママさんありがとう。山下ひとりさん元気の、元気の玉を8と美味しい棒8。山下ひとりさんありがとう。さすらいのネギ職人さんお疲れ様の花束おでん、そして楽しい竹3つ。さすらいのネギ職人さんたくさんありがとう。おつぼねんぜさんおいしい棒4つと元気の玉4つ。おつぼねんぜさんありがとう。おさるさんから元気の玉おいしい棒。おさるさんありがとう。生麦生米生大吾さんから元気の玉とおいしい棒。生麦生米生大吾さんありがとう。カレイはるかさんからおいしい棒3つとコーヒー3つ。カレイはるかさんいただきます。ありがとうございました。さあそして、お便りもご紹介したいと思いますが、はい、ですね、おさるさんからね、おさるさんいただいております。モンキーみたいな、モンキーオスオスです。オスです、いつも楽しく配信を聞いております。はい、私は20代の男なんですが、うん、未だに車を所持しておりません。うんうん、車を買ってお二人がよくおっしゃっていた生活の幅を広げようかなとか考えております。うん、でもお金がそんなにないので、うん、中古車の軽自動車を考えてるんですが、うん、お二人はもし自分の恋人が軽自動車乗りだったらちょっと恥ずかしいですか、うん、男はやっぱり普通車でしょうか、うん、とおっしゃっております。なるほどね。これはちょっと私はあんま気にならないの。20代、はい、あでも全然まあこれね、どこに住んでるかとかにもよるのよ。車持ってる持ってないの、はあ、その男の価値というか、そんな車持ってる持ってないで決めん方がいいけどね。はい、そうむちゃくちゃ偏見やけど、はいはい、まああの言ったら 何にも思わへんって言ったらゼロなんだと思うんですよ。うんね、でもねこれほんまに、はい、大阪の高校の同級生に聞く意見と、はい、奈良県の地元、私奈良県なんですけど、はい、奈良県の地元の友達にそういう車持ってる同行の話で、うん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 、意見も180度、まあ、あそうですか、360度同じ同じだ、一周回って180度違うわけ。はあ、それどのように違うんですか。例えばね、大阪の子やったら、いやもう電車でええやん、はい、言ったら地下鉄とか JR とかもういっぱい線があるわけやし、乗り換えも楽やし、わざわざね、で駐車場代が高い高い、何ってさ、難波も梅田も、はい、言うたらもう1時間で800円とかするとかあるやん。なあ、あの嫌味な値段の時ありますよね。半日止めてるだけで3000円とかさ、うんうんうん、あるある。でマックスの料金設定してないとことかも都会やから結構あるやん、無限に伸びていくやつな。そうそうそう、あるあるある。やから大阪に住んでたらそんなに車がいらんと、うん、いらんな。そう、まあ言うたらデート行くのとかも、うん、電車で行った方が楽やし、お酒も飲めるし、うん、っていうのでね、はいはいはい。ただ奈良県勢から言わせてもらうと、はい、言うたら地下鉄がないのよ、はい、近鉄線 JR 線は走ってるけど、うん、はい、駅もそんなに細かくいっぱいないし、うん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 、でバスがね京都とかと比べて発達してないんですよ。なるほど、全然ないねんバス。はい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 。っていうことはもう自家用車なかったら生活できひんというか、はい、車持ってんのにどこデート行くねんっていう感じだった、ね、どうするつもりってなるし。なるほどな。で女子も車持つ子が多いのよ。はあ、だから車を持ってるということにハードルがこうなんていう、他の県よりも、そうなんか、まあまあみんな持ってるもんやろっていう感じなんや。そうやね、女子でもみんなね18、19、20歳ぐらいまでに絶対免許取りに行って、はい、ますみちゃんもね、はい、例外になく、私も、はいはい、取りに行ってましたよね。学生の時取って、はい、19、20歳なる前に車買いましたから、うん、それでも一旦親に買ってもらってね、うん、後からも全額返しましたけど、はい、で所持してたし、実際周りの女友達も、はい、ほぼ全員、何人か持ってなかったけど、うん、ほぼ全員持ってました。 K、 なるほど、軽四自動車。
ほなお猿さんがどこなのかにもよるっていう感じですか。別にそんな車持ってんでもええという可能性もあるってことだね、うん、そうそう。だから大阪市内に住んで、まあ、市内じゃなくても大阪の方、うん、まあ大阪でもね田舎があるから、はい、一概には言われへんけどさ、うんうんうん、大阪府民やったらなくてもいいんちゃうかなとも思う。はいはいはい、うん、まあでもこの方はさ買うとしたら、うん、その経営はどうなんだっていうのも聞きたそうなんですけど、うん、これどうなんですかね。私はまあ、 その経営かどうかっていうよりも、うん、なんか色とか、そうやな、なんなんその色みたいな、うん、あるじゃないですか。色味大事ですよね。色味と形大事やな、男性やったら。いやな、なんかな、うん、結構その男子、まあ趣味あれやけどさ、男性やけど、まあ、この時代やからなんか言うのな、あれやねんけど、あれですけど、うん、なんやろな、正直な、うんうん、一般的な感じとしてはというか、はい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 、まああんまりこのブリブリに可愛いの乗ってたら、うん、あれって、ちょっとまあまあ、 あのガーリーな車とかもありますもんね、うん、最近はとかなんか、うん、いやいやその色いくみたいな、はいはい、めずいねーっていうね、乗ってる方いてたらあれやから、ええー、ねんね、うん、そんなん自由ですから、その私らがっていう勝手な意見ですからね、うん、そう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 なんですよね。だからでも別に軽音でもいいのはいいと思うよ。だから、うん、全然いいんじゃないですか。そうそうそう、うん、割と男性であっても、男性であってもというか、あの軽音でおすすめなのはやっぱり、うん、はい、K の中でも大きいクラスの、うんうんうん、タント、タント、はい、ダイハツタント、中広いよね、タント、あれ広いのよ、ね、いいですよね。あと何やったっけ、うちが最近実家で買ったやつ、ちょっと四角い、四角いやつだね、あれじゃない、永瀬くんが、じゃあ玉木哲二、玉鉄が、何だっけ、玉鉄が CM やってるやつね。わー忘れた、名前出てけへん、くそ、はい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 、とかそういうなんとかだよやん、うん、うん、あーくそーくそ、おばさん二人が寄ってたかった、くそー、まあなんやろな、ちょっとボックス的な、そうそう、車高の高い、はい、結構荷物も詰める系の、そうそう、うん、的な軽音やったら全然ダサいって思わへんかな、うん、そうやね、男性が乗ってても、はい、いいと思います、うん、やし、そのね、例えばこのその軽で迎えに行きますやんか、うん、でなんだ軽かでがっかりするような女はこっちから願い下げやろ、もう、うん、そのなんかやい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 、うん、車だけで、他は男性として好きなのに、うん、車だけで、こうそこだけで言う人 は、 う人は、それはなんかいろいろあったら知らんで、うん、まあ、そうやな、お猿にな、 お猿側になんかいろいろあったら知らんでお猿はいい人なのに、そう、うん、車がな、軽やからやめとこうかなっていうやつはダメですよ。お猿のズボンが裏返したらチェックがないったらどうするそれはもう車を関係なくちょっとごめんなさいごめんなさいね、重ね着のふりとかしてたら、うん、まあでもそんな服装でさ判断する女って軽自動車で判断する女と一緒やんな、もう一緒やで、ちょっと今日ラジオ聞いてる方はほんまってなってる人いてるかもしれんな俺折り返したらチェックいっぱいあるけどっていう、あ、ポケットの中もチェックやし、両袖もチェックやし、襟もチェックやし、もうじゃあね、あれはなチェッカーズやんけ、でもなチェッカーズやったらいいんですよ、チェッカーズやったらいいよ、名乗ってんねんからやっぱチェッカーズのせいか、あれ、あの服、いや折り返しチェックの古いって服ね、いや女子はちょっと嫌がりがちなんですけどね、 あれはまあ作ってる人が悪いからな、でも私らやっぱ奈良県民でさ、うん、で看護師やってたからそれなりの収入があったから、はいはい、で車も持ってたし、いやいや言っちゃってたな、なるほどね、どの身分で言うてんねんって感じやけど、はいはいはい、でもまあその結局、うん、なんていうんですかね、そういう女が悪いというよりかは価値観が合わない、うん、そうやなっていう感じじゃないですか、そうやな、うん、あ、正直ね、価値観の違いな、ほんまにその収入とかの加減とかね、うんうんうん、そういうのもあっての、うんうん、と思います。ただその自分も軽自動車が嫌というか、うん、ほんまは嫌なんだっていう思いであれば、その軽自動車でええやんって思ってたら、うん、いつかは言うたら普通車の方がいいんでしょうかって、うん、本来は普通車とか大きいの乗りたいけど、うんうん、今はまだ20代やしお金も貯まってないし、うんうん、とりあえず持ってないよりは持ってた方が生活の幅広がるし、うん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 、っていう思いやったら多分全然いいと思う。いやし、その、うん、もう先に悔しがったったよね。うん。女がなんか思う前に、うん、くそー迎えに行った時な。そう。お待たせー。お待たせってガチャって。くそーはぁ、軽自動車で来てしまった、くそーっていう。なぁ、未熟でごめん。こんな色のはずじゃなかったんだ。え、色は選べたやろ。色は選べた。この色しかなかったんだ、くそーっていう。言うね。い
いやそやね、うん、もうこれはこの色やったら私買わへんでっていう色乗ってると思うもんないやそれはもう己の趣味やからしゃあないのよ。いやいやいや、あれはね、うん、もう買う人じゃない、車会社が悪い車会社がね、人を騙そうとして作ってる色やなあれはそういうことやな、騙しにかかってるな。何色って言ってんで、何色って言ってへん、言いたいなやないねん言いたいなやな、趣味そうやな、そうあるじゃないですかね、うん、多分そうだからもう色も合わへん、うん、色の感じも信じられへんってことは、うん、そこの価値観も合わへんから、そのなんかやっぱそうや、ねうん、直感で合わへんっていうとこなんですよ。だからもうそこでやいや言うてくる人とは、うん、車だけじゃなくていろんなとこで合致せえへんところが出てくるから、うん、こっちからもう願い下げたぐらいの、あもうそういうとこでいちいち口に出して言うんや、うん、そうなんやって、うん、今回は縁がなかったということで、はい、またの機会に、またの機会チャレンジしてください、はい、ゲームスタートイカゲーム、うん、スタート、まあ、ネタバレおばさん再登場やん、いやそうやな、全然だからお猿さんも今、うん、一旦車が欲しいんやったら全然全然いいんじゃないですか。そうそうそう、欲しいと思った時にね、うん、買って運転しといた方がいいと思いますよ。やっぱその、はい、乗ってないとやっぱ運転技術って下がるから、どんどん、あそういうほんまにね、長いこと乗ってなかったらびっくりするぐらい運転技術いけてない感じになる方が恥ずかしいまであるから、はいはいはい、やし軽自動車が一番最初はやっぱこう運転もしやすいし、すごいいいなと思いますけどね、うん、うちの母親もあの免許持ってるけど長らくペーパーやったけど最初に軽買って、はいうん、もうすごいまあ運転しやすいから練習になって、その後ね乗り換えましたけど、うん、いや、いいと思うんですよね、いや最初にこう買うのに、うんね、全然恥ずかしがらずに、うん、いつかは大きいの買ってやるんだという思いを抱いて、おそうそう自分の中にその思いがあったら、はい、こうステップアップしていったらいいと思いますけど、いいですよ。車ってその軽やったら何本ぐらいなんですか。ピンキリですけど、はい、一番安いと中古やったらほんまに60万とかであるよ。え、そんな高いんや。でももっとでもな、ごめんなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？